ミミちゃん、夕ご飯の買い物に行ってきてくれない？うん、わかったよ。今日のご飯は何？今日はシチューよ。はい、これ買うものと行き先のメモ。今日はランドセルの近くにキャラバンが来るのよ。わあ、それじゃあランドセルの外にお買い物に行くの？ミミ、一人でランドセルの外に行くの初めて。それじゃあお願いするわね。街道沿いに歩いて、絶対に道から離れないように。気をつけてね。うん、わかった。行ってきます。お買い物、お買い物、お夕飯のお買い物。今日のご飯はシチュー。ジャガイモさん、ニンジンさん、キノコさん、お肉さんと一緒にゆっくり煮込んで、くちゅくちゅコトコトお鍋が歌うよ。くちゅくちゅコトコト。私は強化エルフ族です。遠くで鳴き声が聞こえたので心配して見に来ました。あなたは迷子なのですか？そうなの。ランドソルからお買い物しに来たんだけど、道がわからなくなっちゃって。ビースト族は野生的で強気な種族だと学校で教わったのですが、目的地への地図とかありませんか？あなたの名前を聞かせてもらえると。私はミミ。これ行き先のメモだよ。見せてください。全然違う方向に来ていますよ。一度ランドソルまで戻った方が早そうですね。ミミ、私がメモを見て先導しますから、ついてきてください。京花ちゃんも一緒に来てくれるの？ありがとう。京花ちゃん大好き。ルンルルンルンルルン、二人でお散歩、お散歩、お日様さんさん。迷子だというのに、のんきですね。だって、さっきまでは一人ぼっちだったけど、今は京花ちゃんが一緒にいてくれるんだもん。すっごく安心だよ。お気楽な子だな。ビースト族って、もっとワイルドな種族って教わったけど、ミミはビースト族の中でも変わり者なのかな。もしかしたらミミも恐ろしいビーストに変身したりするのかも。グルルルル、ギャオー。そんなことはなさそうだけど。あ、分かれ道だ。標識はこっちがランドソルですね。それからこっちがランドソルと。
ん？この標識間違ってますね。私の記憶ではランドセルはこちらの右側の道のはず。でも標識では左側がランドセルになっています。間違っているというか、誰かに書き換えられています。そうなの？書き換えって誰がそんなことしたの？あ、もしかすると実は最近私たちエルフ族の間で似たような事件が立て続けに起きているのです。森の熟した果物が全部取られていたり、草原の草が結ばれて足を引っ掛ける罠になっていたり、落とし穴が掘られていたり。あ、ミミたちビースト族の間でも変なことが起きてるって聞いたことがあるよ。羊タイプの人が寝ている間に毛を刈られていたり、牛タイプの人が鼻に輪っかをつけられてたり、落とし穴を掘られたり。きっと今回の標識の書き換えも同一犯の仕業です。一体誰がやったのかな。エルフ族やビースト族に攻撃をしてくるということは、おそらく魔族、もしかしたら絵本で読んだ伝説の大魔王の仕業かもしれません。伝説の大魔王？どうしよう、京香ちゃん。私たちで退治しましょう。このままでは二人ともランドソルに帰れません。私たちで大魔王を倒すしかないのです。そんな、ミミ嫌だよ。怖いよ。ビースト族というのはもっと勇敢な種族だと教わりましたが、私もエルフ族はもっと優しいって聞いてたよ。私は優しいつもりです。でも教科書に書いてあることはあまり当てにならないのかもしれません。なんだかショックです。あそこの木陰に誰かいるよ。来ましたね、大魔王。私が退治してやります。
ミサギ、その名前はキャッカです。3人のギルドですから個人名をつけるのはどうかと思いますし、つけるのならせめてリーダーの名前をつけるべきです。だからミサギがギルドマスターだってば。こういうのは一番強い人がリーダーなの。一番強い？私には剣士の耳の方が強そうに見えますが。チッチッチー、みそぎの強さは外見なんかじゃわからないんだよ。なんたって正攻法じゃない攻撃をするんだから。正攻法ではない攻撃？一体どんなことをするのですか？こっそり罠を作ったりとか、寝ている隙にいたずらしたりとか、あとは落とし穴を掘ったりとか。ほら、さっきみそぎが宙吊りになってたでしょ。あれもみそぎが自分で作った罠に間違って引っかかっちゃったんだよ。街道の標識を書き換えたりもしましたか？うん、全部みそぎのいたずらだったのですね。大魔王の正体はみそぎだよ。ええ、どういうこと？あ、もしかして二人ともそのことで怒っていたの？そうです。怒っているだけでなくて、とっても困ってるんです。どうしてこんなことをするんですか？面白いから。面白い？それだけ？ヒューマン族というのはもっと計算高い種族だと教わりましたが、こんないい加減な種族だったなんて。決めました。これから私は学校や教科書では教えてくれないようなことを冒険しながら勉強していきます。私とミミ、二人だけの小さなギルドで。私たちはギルドリトルリリカルです。はい、ミミも？ミミはお買い物さえできれば。面白そう。みそぎも入れて。ダメです。みそぎ大魔王、覚悟しなさい。コスモブルー。そんなことよりランドソルに帰ろうよ。ミミ、お買い物しなくちゃいけないのに。そうでした。みそぎ、帰り道を教えなさい。え？そんなの簡単だよ。この標識の通りに進めば。その標識はみそぎが書き換えてるんでしょ？そっか。だったら逆に行けば、それで次の分かれ道を。あれ？これは書き換えたっけ？元のままだっけ？忘れちゃった。覚えてないの？どうやって帰ればいいのですか？お買い物、お腹すいた、帰りたいよ。お母さん、お父さん。見て、ウサギさんの絵、かわいいでしょ。かわいいけど、角とかつけた方がかっこいいよ。えい！ダメだよ、みそぎちゃん。この絵はお兄ちゃんに見せるんだから。お兄ちゃん？ミミって兄弟いるんだっけ？秘密だよ。もう、ミミのケチ。みそぎも兄ちゃんのこと教えてあげないもん。二人ともお兄ちゃんとか兄ちゃんとか意味不明なことを。もっと真剣にギルド活動に集中して。だってギルド活動って言っても今日は絵を描いてるだけじゃん。今日はミミがじゃんけんで勝ったから、ミミのしたいことをするの。三人でお絵描きするんだよ。
これがギルド活動？つまんない。ギルドってもっとかっこいいことをするものだと思ったのに。みそぎがじゃんけんで勝ったらみそぎのしたいこと一緒にしてあげるよ。でもあんまり変なことは却下するからね。ブー、強化の真面目優等生。みそぎ、それじゃ罵倒しているのか褒めているのかわからないよ。かわいいウサギさん、この絵お兄ちゃんに。あ、どうしたの、ミミ。ミミ、今日は用事があったんだ。急がなくちゃ。それじゃ今日のギルド活動はこれくらいにしようか。賛成。みそぎはこの後何をしようかな。そうだ、いいこと思いついちゃった。みそぎも帰るね。みそぎちゃん、バイバイ。京香ちゃんも。みそぎ、ミミ、さようなら。ふう、私はどうしようかな。エルフの森に帰るにはまだ早いし、でもランドセルで二人の他に遊べる人なんて。あ、この間の人またいるかな。なんだか変な人だったけど、ちょっと探してみようかな。あ、いた。今日も周りをキョロキョロしていますね。相変わらず不審者さんみたいです。こんにちは。キョロキョロしてどうしたんですか。え、道に迷ったんですか。はぁ、一体いつになったらこの町の道に慣れるのですか。仕方ないですね。私が道案内をしてあげます。何か地図とかメモとかありますか。これがメモですか。あれ、もしかして誰かと待ち合わせなんですか。もうすぐ約束の時間みたいですよ。急がないと間に合いませんよ。走りましょう。目的地に最短で行くにはこの路地を曲がって。これ落とし穴？痛いです。どいてください。なんで前を走っている私が落ちたのにそのままあなたも落ちちゃうんですか。やったやった。あれ、この笑い声は。兄ちゃん大丈夫か。今ロープを垂らしてあげるから登ってきなよ。兄ちゃん、もっと周りに注意しなくちゃダメだぞ。罠には気をつけろって何度も何度も言ったじゃないか。みそぎ、この落とし穴はみそぎが作ったの。あれ、今日か。なんで兄ちゃんと一緒にいるの。私はこの人を道案内しているところ。みそぎこそなんでこの人を知っているの。みそぎは兄ちゃんの教官なんだよ。ドジな兄ちゃんが罠に引っかからなくなるように特訓しているの。て、適任なような、すごい人選ミスのような。あ、いけない、もう待ち合わせの時間を過ぎていますね。急ぎましょう。みそぎの特訓は厳しいよねえ兄ちゃん。あれ、京子、兄ちゃんどこに行くの。待ってよ。もうすぐ待ち合わせの場所です。あのお店の前。あれ、この人と顔見知りなの。京
ーちゃんってみーちゃんのことだったのか。ミミはね、お兄ちゃんに絵とか字とかを教えているんだよ。ミミに教わっているのですか。大人なのに本当に放っておけない人ですね。まるで私だけひどい人みたいな言い方ですね。わかりました。私もこの人に勉強を教えるのを手伝います。大人なのに。でも記憶喪失なんですから仕方ないですね。わかりました。私もこの人に勉強を教えるのを手伝います。平気だよ京花ちゃん、ミミ一人で教えられるから。え？でも二人で教えた方がこの人も飲み込みが早いと思うよ。ミミ一人で大丈夫だよね、お兄ちゃん。ミミだけずるい。三人はギルドなんだからみそぎも混ぜてよ。でもみそぎちゃんお勉強できないし。みそぎは運動を教えるの。耳といい、みそぎといい、この人に気を許しすぎです。この人は怪しい変態不審者さんなんですよ。そんなことないよ。そうだよ、だったら京子は兄ちゃんから離れなよ。二人が心配ですから私はこの人を監視しているんです。わかりましたね。二人に変なことをしたらこの防犯魔石を鳴らしますからね。広いし、私が住んでるのはもっともっと奥だけどね。面白いな。ミミ、あんまりランドセルから外に出たことがないんだもん。今日はちょっとドキドキしてるの。あなたも物珍しそうですね。まあ、あなたはランドセルの街中でもそんな感じですが。それにしてもみそぎちゃん、遅いね。もう約束の時間過ぎてるのに。まったく、みそぎはいつも遅刻ばっかりなんだから。きっとまたいたずらしたのが見つかってどこかで怒られてるんだよ。それにしても遅すぎるよ。みそぎちゃん、もしかしたら何かあったのかな。例えば魔物に襲われたりとか。え？そんなことあるはず。ぐおー！京花もミミもすごいかわいい。面白い。その声はミソギ？この魔物もしかして着ぐるみ？みそぎ、遅刻しておいて、しかもまたいたずら？どうしていつもこんなことをするの？面白いから。またそれ。あんまりいたずらばかりしていると、そのうち本物の魔物が出てくるよ。そんなことあるわけないじゃん。ねえ、ミミ。え？すごい！ミミの着ぐるみ本物みたい！どこで買ったの？ミミまでこんないたずらをするなんて、いい加減にして！ミミ、着ぐるみなんて知らないよ。ね、お兄ちゃん。ということは。
怖いよ。ミミ、泣いてる場合じゃないよ。危ないよ。お兄ちゃん。危ないです。逃げてください。兄ちゃんも逃げなくちゃダメだよ。兄ちゃん大丈夫？あ、血が出てる。大丈夫ですか？一人で戦うなんて無茶です。お兄ちゃん。お人よしの命の恩人かな。